国道19号から右側に入ると本山宿になります。松本藩と尾張藩の境で口止め番所が置かれ、米や材木などの出入りの取り締まりが行われていたようです。本山宿の本陣を務めた小林家です。明治天皇本山安西所跡の大きな石碑があります。また本山は蕎麦切りの発祥の地と言われ、風俗門前という1706年頃の本に載っている話で、蕎麦切りというは元信濃の国本山宿より出てあまねく国々にもてはやされけると記されているようです。宿場は幕末に火災に遭い、すぐに復興されたために昔の建物がそのままに建て替えられ、焼失前にあった時と同じ町並みが残ったということです。最近では建て替えが進み、宿場の面影が徐々に失われてきています。